ございます。さあ何さあ何でしょう。ですね、ちょっと頭がボケてますね。さあ何でしょう。さあコーヒー、そうね、アドベントカレンダー2日目のコーヒーをね、行ってみたいと思いますよ。ダダン。さあこれ、ね、何が出てくるかわからないところがね、このコーヒーの楽しみでもありますね。はい、今日は2番ね、2番のコーヒーを飲んでみたいと思いますよ。ですね、エクアドルね、シトラス、ホワイトチョコレートピアーとなってますね。シトラスとホワイトチョコレートピアー。さあ開けた瞬間、匂いはシトラスでホワイトチョコレートでピアってるんでしょうか。うん、あ、これは期待が持てますね。期待が期待を持てるね。何を偉そうに言ってるんでしょうか。さあ期待が持てる、飲んでみたいと思います。うん、いやー、それにしても昨日日本代表勝ちましたね。予想ではスペインとドイツがね、予選突破でね、今日は下を向きながらコーヒーを入れることになるかと思いきや、なんとね、2-0、間違えた、2-1でスペインに勝ったというね、ドイツに勝ってスペインに勝ったね、もうこれ優勝でもいいような気がしますけどね、本当ね。一部のね、サッカー詳しい人たちはね、なんか納得いってないみたいですけど、でもこれが勝負の世界ですよ。ね。誰かが偉そうにね、なんか評論して、どうだこうだ言っててもね、勝った日本が素晴らしい。これはね、紛れもない事実なんですよね。それをまあね、後からぐだ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 言うのもね、普通にね、良かったと、おめでとうと言ってあげればいいんですよ。さあ、でもね、次の試合は、クロアチア。ね。勝ってほしいですね。もうキーパーがなんかこう投げた球がなんかこう間違えて後ろの方に行った、オンゴールの1-0でもいいんで、とにかく勝ってほしいね。勝ってね、過去を変えてほしいですね。勝たないと何も変わらないね。これは何の世界でも一緒じゃないでしょうか、ね、しかしサッカーはね、そういうものをなんか伝えるパワーがねありますよね、やっぱりね。ね、16で負けたら誰も覚えてくれない、ね、誰も見てくれない。そういった意味で次の試合は勝って初のベスト8に行ってほしいですね。楽しみ。まあ2号さんでご飯を食べるのが一番の楽しみなんですけどね、うん、しかしなんか日程的になんか今日が、昨日が、木曜日で今日金土日って月曜日も試合なんですよね。1位通過にもかかわらず中3日、ね、2位通過のスペインは中4日あったりして、なんか全然日程がなんか勝ったにもかかわらず優遇されないなっていうのをなんかちょっと感じましたね。あれと思って、オランダのトーナメント の日程なんて、次オランダが勝ったら次の試合まで中6日ぐらい空くんですよね。しかしもし日本が勝ったとしても中次4日ぐらいしか空かないという、なんかちょっとね、まあ仕方ないのかな、やっぱりそういうのは。まあ決まってんのかな。なんかちょっと日程的になんか厳しいなという感じはしますけど、まあでも日本はなんか前半で変わったり後半で変わったりしてる選手が結構ぼちぼちいるしね、交代枠が5人もいるからね、まあまあ全部試合出てる選手はキーパーと誰だって吉田選手ぐらいしかなんか頭に浮かばないし、他にもいますかね。まあ、とりあえず何でもいいんで勝ってほしい内容なんてもう今はどうでもいいんで勝ってほしいですね。本当にもう勝ったらね、いろんな人からまた注目を浴びるね、これが本当に大事ね。そしたら日本のやってるお掃除もね、世界で通用するんだということをね、分かっていただける、これが大事なんですよね。負けて掃除をする、これがね、私一番嫌いなんですね。さあ、何でしたっけ、話してるとコーヒーを、忘れてしまいましたね。あ、悪くない、
悪くない悪くない出ました悪くない出ましたよ。さあうん、おいしいおいしい、語彙力がない。昨日のよりはおいしいね。うん、昨日のよりはおいしい。昨日のね、ブラジルよりはおいしい感じしますね。ただうん、昨日のブラジルよりおいしいけど、ダックコーヒーさんの方がおいしいおい、どうした19g。え、こういうもん、こんなもんか。やっぱり昨日飲んで思ったんですけどね、ちょっとね、豆古いんかな。まあこんな感じでね、2日目のアドベントカレンダーね。さあ我らがしのちゃんの、これが我らがしのちゃんのね、アドベントお菓子カレンダー。さあ2番、さあ2番ね、開けてみたいと思います。じゃらん。お、なんでしょうこれは。あ、昨日はねチキンとフィッシュだったんですけどね、今日はねダックです。ダックとダックとフィッシュ、ダックウィズフィッシュって書かれますね。ダックとフィッシュね、考えてきますね。これ何々とフィッシュ、これなかなか定番してるのかもしれませんね、もしかしたら。さあこれをねしのちゃんに差し出していきたいと思います。しー